よーし、今19号をね、名古屋の方に向かってるの。あと何キロだろう、名古屋までが135キロ。もう奈良井宿も過ぎてだいぶ降りてきたよ今、うん、中津川までも60キロちょっとだって。長野の紅葉が一段落したから、うん、ちょっと海に行きたくてね、ついについに、うん、久しぶりに、久しぶりの、ね、まあ、富山とかね、新潟は時々行ってたけど、うん、太平洋側行ってもさ、伊豆ばっか行ってたから。そうだね、久しぶりに関西方面、中部か、中部なのかな、中部だな、ね、名古屋の下見えるからね、うん、で、三重でちょっとすごい民宿を取ってもらったから、そうなの、そこに行って楽しみ、うん、誕生日だからでしょ、俺の。そうだよ、うん、誕生日を三重の海で過ごすと最高だよね。いいでしょ。いい、うん、でその後ちょっと三重でフラフラして、うん、もうついでだからね、滋賀とか福井とか回って帰ろうかな、うん、あと1週間ぐらいのんびり中部旅行に出ましょう。はい、うん、けど三重は何だろう、俺の第3の故郷になるのかな、第何の故郷になるか分かんないけど。そうだね、まあまあゆかりのある土地だからね。おばあちゃんが三重だったからさ、しょっちゅう行ってたからね。それこそ関西住んでる時なんかしょっちゅう遊びに行ってたから、うん、でも子供の頃からも行ってたんでしょ。まあまあおばあちゃんいるからね、うんうん、何年ぶりだろう、行くの 4,5 年ぶりかな、うん、ちょっとね、最近行けてなかったからね、海外も行っちゃってたし、うん、だいぶ降りてきたね。15度だって、あったかいもんな。今日だってさ、延山とかマイナス7度になってたよ。やばくない、マイナス7度だよ。すごいね。すごいよね、うん、ここ今寝覚めの、ああ寝覚めのとこだ。ああ、じゃあこの後あれか、馬込塾とか、うん、妻子塾とか。そうだね、うん、おーすごいな。ねえ、すごいね。あとね、どんくらい、中津川まで20キロ。ちょっと中津川でさ、うん、栗のなんか食べようと思って。うんうん、栗のなんか、うん、栗のお菓子、何、うん、栗、うん、和菓子屋さんがあるじゃん、なんか教えてもらった、うん、そこを寄ってこうかな、せっかくだから。うん、いいね。やばいな、全然見えないじゃん、サングラスだこれは。そういえばそうだったよね、いつもさ、関西帰る時ってさ、眩しいんだよね、帰り。そうそう、すんげー眩しいんだよな。ずっと眩しいの、西に帰るから、もうお昼過ぎから西日食らうことあんまないもんね、長野で、うん、うん、だからあんま使わなかったけど、やっぱ西に向かうときは必要らしい、ね、やべえな、渋滞。何ヶ月ぶりの渋滞、久しぶりだね、本当に。田舎に住んでると渋滞なんてないからさ、ないもんね、しかも全然動かない渋滞だね。まあ日曜日のな、夕方だもんね。そうなの、みんな遊びに来て、前も和だしさ、みんな遊びに来るよね、そりゃ。うん、しょうがないね。川上屋っていうお店ね、着いた、よかったね、すごいね、こんな大きな駐車場があんのね。第2、すごいじゃん、すごいね、うん、川上屋さん、もう混んでるね、第1駐車場も。すごいな、すごいね、何が買えるんだろうね。栗きんとんと栗かの小もなか。よー、え、なにこれ、超小さいんだけど。あれ、なんかさ、もなかだからもっと大きいと思ったら超小さいね。え、200円ぐらいしたんじゃないのこれ。お上品なの見せてよ。あ、 お上品というか、お上品すぎる。栗だ、栗、本当に栗の大きさ、本当だ。食べていい、栗の味する、栗かの子だ。へー、食べてみる、ちょっと一口ちょうだい、うん、おいしい、もなかうめ、うん、うん、うん、おいしい。なんかこれ結構もなか好物かもしれない、うん、ね、どこ行ってももなか食べてるよね、うん、ああよくある栗きんとん、こんな、うわ、おいしそう、どうぞ。お上品な感じ、
ただきます。うん、美味しいな、ここの。美味しい、美味しいね。結構滑らかな感じで、意外と食べ応えがある、ね。広くて食べたけど結構ずっしり。美味しい。なんか栗のこの皮の渋みがちょっと出ててさ、あ、うまいなこれ。いや、美味しかった。美味しかったね。全部食べちゃったよ。全部食べちゃったね、一瞬で。1000円もしたのにね。一瞬だったね。黒くいっちゃう。ダメだ。あ、2.7 いける。2.7 いける？ほら、いける。あ、本当だ。マックでいいじゃん。やった。貴重だぞ、2.7 いけるのは。ね、ちょっと外目で行こうか。一応心配だから。ね。2.7 って書いてあるもんな。すごいじゃん。やったー。久々のマック。何にしようかな。あ、ご飯チキンなんとかってのがあるよ。ほら。モスじゃん。ご飯カルビできたよって書いてある。すごいね、それ。さあ、マックだよ。カフェラテにし忘れた。牛乳入れようかな。牛乳入ってる？入ってるよ。牛乳入れよう、俺。あ、開いてないか。開いてるの？開いてんだ。1680円落ちちゃったね。マックで1600円すんの、今。いただきまーす。もう食べちゃってるさよ。うまい。ここまで全部運転してもらったから。今どこだこれ。岐阜だよね。そうそう。あのね、トイファクトリーのところ。ああ、そうだった。トイファクトリーあったね。うん。さすが、岐阜まで来たらガソリン安いな。軽油124円だったぞ。すごいよね。20円違うじゃん。全然違うもんね。もうすぐね、道の駅小物。今日はじゃあここで。そうだね。今日はここでいいかな。あと 500m だって。どこになんだこれ。亀山の近くかな。四日市と亀山の間かな。あ、名古屋通りたくなかったからさ、名古屋を避けてちょっと北の方から三重に入っていこうと思って、じゃあもう三重県だ。もう三重だよ、だいぶ前から。あ、そうなの。三重弁が流れてんじゃない、外では。そうなの。ちょっと関西弁とも違うからね。で、明日伊勢の方、鳥羽か。明日どこだったっけ。伊勢島の方。伊勢島か。島の方に降りていくから、今日はここで仮眠して、明日降りていこうかな。あれ、混んでるな。混んでる。おお。混んでる。いっぱいだ。おはよう。朝だよ。まずはね、関宿っていうとこ行こう。関って東海道の宿場町なんだけど、関宿見てから、津通って、島の方に降りていこうかな、伊勢島に。結構三重にもかっこいい山があるな。あるね。あれか、鈴鹿山脈のところかな、あれは。よくここで、こっち側だから雪降るじゃん。三重もここだけ。これ駐車場だな、あれね。誰もいない、無料なんだって。なんか見どころがあるんだ、いくつか。西の追い分け？ちょっと難しいな、全体的に。関宿周辺案内所。あいつや。あ、ごちそうがあった。今ここから降りてったらいいんだね。ここだから。こっち側から行ったらいいのかな。まっすぐ行ったらいいんじゃないの。まっすぐ行こっか。そしたらあいつやに着くんだ。そうしよっか。あ、現れた。現れたね。海は暖かいな。暖かい。もうこの時期ずっとダウンかさ、フリース着てるけど、今パーカーだもんな。お、すごいじゃん。え、すごいな。すごいすごい。これ左でしょ。知らなかったな。すごいね。すごいすごい。だって。これ亀山の近くだからさ、よく通ったよ。名阪国道で三重来るのに関西から。そこの道の駅は、関の道の駅はよく通ったじゃん。今初めて来たな、こっち。日本の道100選だって。旧東海道関宿、すごいよ。中山道ともちょっとまた雰囲気が違うね。似てるけどちょっと違う。でもグニャグニャしててなんか面白い。
なんかここ入れるの？2階の展望台から関宿が一望できるって。すごい。わあ、すごいじゃん。すごいな、ここ楽しそうだな。上から見るっていうのはなかなかないね。うん、展望スペースにしてる。そうなんだ、うん、へぇー、すごいよ。あれで作るところを見れるのかな。カンナがあったりね、うん、釘使わないでこう巻いていくんだもんね、あれすごいね。釘使わないで作れるんだね、うんうん、見て、サザエさんチェアだって。ここに座ってね、サザエさんの、サザエさんがここに来たらしいよ。へぇ、ここサザエさんが座ったんだって、うん、関の戸っていうお菓子屋さん。メーカー関の戸ファーストクラスのお菓子、すごいよね。380年だってよ。あ、そうなんだ。和三盆、こんな感じ、こんな感じのお餅かな。何なんだろう。あ、美味しい。美味しい。うん、和三盆の感じが出てる。本当結構楽しかったね。楽しかった、うん、よし、じゃあ次は島の方に向かうぞ。伊勢島、うん、はい、今1号線。あ、つにもないっぱいあるんだけどな。うなぎ屋さんとかさ、うん、他にもいろいろ、うんうんうん、あと松阪のさ鶏肉屋さんとかね。あ、行きたいとこいっぱいあるけど。あるね。なんか長野と違うよね、山の雰囲気が。ちょっと低い感じでさ、だけど奥行きがあるというか。そうそうそう、関西も結構こういうの多かったんだよね、うん、兵庫県も、うんうん、お伊勢さん、お伊勢さん。伊勢に着いた。伊勢に着いた。島市に入ったよ今。ねえ、市なんだね、島も。引き続きでも山、山深いな。じゃあそういうことか、伊勢市があって、鳥羽市があって、島市があんだね、うん、全部市なんだな、すごいな。何、南国に来たよ。南国だな、マジで。20度超えてるしね。うん伊豆みたいだね。ほんと。これ左行ったら、島スペイン村だって。うん、パルケスパーニャ行きたいんだよな俺。なんか楽しいとこなの？いや、スペインが好きだからただそれだけ今海外に行きづらいから、うん、スペインを感じようってこと。そうそう、ただそれだけでもさ、美味しい食べ物とかもいっぱいあるんじゃない？あんのかな。バルみたいな、なんのかな。バルみたいな、生ハムとピンチョス。ああ、いいな。横山展望台、横山展望台行ってみようか。どれどれ、行けんのか。ああ、タクシー、新庁舎、妊婦、高齢者等で行けるらしい。地味な階段。なんかすごいじゃんここ。平べったいな。上にカフェがあるのか。すごいね。とりあえずそこの。いや、すごい眺めじゃん。すごいね。で、今から行くのはあの辺りかな。あの一番先端の先端だね。こう行ってあの辺だ、うん、こっちかこっちかどっちかだね。あの、あ、一番端かな本当に、ね、あそこら辺だね。横山天空カフェ、
カフェがあるんだ。あ、ソフトクリームを食べれる。ソフトクリームは食べれる、うん、すごいじゃん、ね。よし、じゃあ高さに向かっていくぞ。はい、こっからね、25キロ、うん、結構あんだな。35分かかるって、意外と遠い。行きますね、はい。お、来た、2階建てが来た、今度。そう、うん、ほら、うわ、ほんとだ。あ、個室だ、あれは。2階建ての下はすごい。へえ、面白いね。うん、ゴザ、ゴザっていう方だよね、行くのは。うん、これは夕焼けパール街道っていうらしいな。真珠だからか。あ、そうなんだ。西に向かってるもんね、確かに。うんうん、海じゃない、ほら。うわうわ、ほんと伊豆みたいだな。海だね。えいいね、いいね、いいね、海いいね、やっぱり。わ、綺麗だぞ、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ綺麗じゃん、水、ね。これね、島パールブリッジっていうらしいよ。すごいじゃん。わあ。いいね、眺めが。あ、すごい、右も広い。右。あ、ちょっと見えないかな、あんまり。あ、ちょっとは見えるかな。左はね、こんな感じ。学校しか見えてない。本当？学校かな、高校かな。あ、水産高校だって。あ、すごいね。すごいな。ゴザ白浜左。お、海に出た。そう、釣りもできるな、ここ。釣りしてるね。いや、すごいじゃん。え、で、いいな、この端っこの端っこがちょっとこう町になってる感じが、四国みたい、うん、この感じ、高知の南の方みたい。そうだね、なんかそんな雰囲気があるね。あ、さあ、行けるでしょうか。結構細いからどうだ。失礼いたします。はい、ありがとうございます。わあ、すごい。すごい、すごい。綺麗に見えるんですけど、今日はいかがですか。すごいですね。すごい。あれだね、夏はにぎわってそうだね。ねえ、ここがゴザ白浜海水浴。わ、すごい。わー、ビーチだ。海だ。徒歩1分で海だったよ。いいところ。あ、海きれい、水もきれい。あ、しかもすごいよ、見て、あっちにグランピング施設がある。ほんとだ、あれ。ここからなら汚れ座の先まで行けるかな。すごいね。うん。朝も散歩に来よう。朝ごはん8時だからさ。うん。余裕でしょ。最高だね、ここ。
かったな。帰っていく、今5時だからあと1時間で夕飯、夕食のお時間になりましたって見てこれまださ、これ全部出てきてないんだけど、まだ来ますって言われたよ。これすごくない？2人の量ですかっていう。天然ヒラメだもんね。天然ヒラメの お作り、すごくないこれ。アオリイカと、アオリイカとアワビ、アワビとサザエと、サザエと、あと伊勢エビ。伊勢エビで、こっちはツンツンするなってお味噌汁に使ってくれるんですよ明日の朝ね、すごいよね。美味しそうなのまた来たよ、ね、早速食べてみる。うん、食べてみよう。伊勢海老も来たよ。はい、乾杯。乾杯。お誕生日おめでとう。ありがとう。あ、食前酒からって言ってたね。そうか、これだ。はい、食前酒でじゃあ乾杯する。はい、乾杯。はい、ありがとう。あ、美味しい。美味しい。いや、こっち次からハイボール宿だからね。あ、うめえ。よし、食べていこう。うん、どれから食べろ。食べようかな。伊勢海老じゃない？伊勢海老だよね。伊勢海老じゃない？そっち？こっちかえ、わさびどこだ。わさびうおー、プリプリだろう。いただきます。うんげえ。おいしい？めっちゃくちゃうまい。うま、食べてみ。セーピやばいよ。うん、プリプリ。なんかね、5年から6年ものを、あ、そうなの、使ってると、 大ぶりのやつを使ってますって書いてあったよ。大きいもんね。どんどん運ばれてきて、ちゃんとさスモスも運ばれてきて、ちょっと頑張って食べないとさ。いただきます。どう？最高、おいしい。とんでもないよね。とんでもないね。プリプリ、プリプリ、うわ、美味しい。ここまであるよ。ヒラメもあるし、やばいな。カマスもあるし、サザエもあるし、アワビもあるし、唐揚げ、唐揚げもめちゃくちゃうまかったぞ。本当？うん、唐揚げも食べてみよう、うん、じゃあ。アワビいっちゃおうかな。いっちゃいっちゃい。うんうん、いただきます。うん、美味しい。おー、いいね。コリコリ、やっぱ歯ごたえだよね。うん、うん、このお味噌をつけて食べるの。そうそうそう、甘いんじゃないかな。いやー、どうだろう。贅沢。いただきます。うんうまい。おいしい。いいねー。うん、最高。あ、俺超うまいよ。美味しい。うん、いただきみよう。うん、美味しいよね。甘いね、美味しい、うん、見て、順調に食しております。ペロリです。かなりのハイペースでペロリです。ペロリです。何それ、うんね、白い T シャツを誘えてよ汚さないでくれる？もうすぐ汚れてきて。まあいいよ、美味しいから。伊勢といえば伊勢うどん、美味しいよね。うまい。美味しいよね。そしてタレがすごい色なのにさ、うん、しょっぱくないんだ、甘いんだよ。うんうんうん。でもさ、うん、これ長野のそばの対局だよね。そうだね、うん、長野のそばって硬いもんね。硬いじゃん、どっちかというと、ね、うん、腰があって、こっちは腰をなくしてるから、腰をなくしてぐにゅぐにゅで甘いっていう。どうなんだろう、長野県の人に聞いてみたいよねそうだね。でも結構嫌いな人多そうだよね。そうだね。また来たよ。なんか来た。エビのチリソース、伊勢海老のチリソースだって。贅沢だなあ。あ、うまっ。おいしい。うん、黒毛和牛サーロインステーキが来た。最後の最後に来たよね。えで、あとお吸い物とで終わりだって。あとデザートで終わり。あ、そうか、デザートって言ってたな。はあ、おいしかった。あっという間に完食した。ごちそうさまでした。あとデザートか。うん、結構いけたね。おー、いけた。まだいける。伊勢海老いっぱい出てきたけど、どのくらい出てきた？伊勢海老はね、全部で2人で4匹っていう、4杯っていうのか、引きっていうのかな、4匹出てきたね。 お刺身で2匹と、焼き物で1つと、チリで1つ。
すごいよね。だってこのヒラメの作り、ヒラメがさ何センチぐらい、50ぐらいあるかな。50あるね、40から50あるね、ぐらいあるし、それが2人で1匹で出てきて、でアワビも2つあったでしょ、うん、サザエも2つあったでしょ、うん、でアオリイカがあったでしょ、うん、であの貝とかの宝楽焼きっていうのかな、うん、あって、いや贅沢贅沢、うん、すごい贅沢だったよ。でステーキまであったしね、唐揚げもあったし、うん、あ美味しかった。まあ普通の人だったらパンパンだろうね、うん、俺らは前のさ北海道の高島旅館の時のさ、うんうんうん、教訓もあってお腹を減らしていこうっていうので、そうそうそう、今日ほとんど食べずに来た、ほとんど食べてないから、うん、完食だったけど、うん、いやでも満足だなこれ。美味しいね、また来たいね、うん、いいよここね、え最高だね。帰ってきたらお布団を敷かれてる、はあ、夢のようだ。いいよダイブしても。It's like candy.